あるかの井戸、ドウ、イット、アゲイン。タイトーが放つスーファミ最後の作品は、インベーダーより先に登場して、テレビゲームを世に知らしめた、ブロック崩しをリメイクした、あるかの井戸、です。実はプレイヤーが操作するバーは、バウスという宇宙船で、母艦、あるかの井戸、から出発し、モアイの形をした要塞を破壊して、移住できる惑星にたどり着く、というストーリーがあったりします。そういえばファミコン版は、専用のパドルコントローラーが、付属していましたが、スーファミ版はマウス多用になっています。サポートアイテムが追加されたり、モアイ以外のボスキャラが増えたことで、ブロック崩しにインベーダーの要素が、ミックスしているような印象です。二人プレイのモードが三つあるのも特徴で、昔ながらの交互プレイはもちろん、協力プレイや、分割画面での対戦モードまであって、ゲーム本編より遊べたりします。ダライアス、ツイン。ゲームメーカーの老舗タイトーの、スーファミ第1弾は、あの名作シューティングの続編で、オリジナルの内容になっています。前作の、に、で支配されてしまった、惑星ダライアスを救うために、シルバーホークは再び飛び立ちます。今回、家庭用として初めてダライアスで、二人同時プレイができるということで、ツインの名が付けられていて、それに合わせて時期も、パワーアップしやすくなっているので、以前より遊びやすくなっています。全体的に明るいイメージに、変更されているものの、面構成や巨大ボスの登場など、一画面しかなくてもダライアスらしさは、しっかり出ていると思います。しかしゲームバランスが非常に不安定で、ぬるいステージもあれば、バリアを装着していても、苦しいステージもあり、さらには最終ステージは、ほぼクリア不可能と言われるほどの、厳しい難易度になっているのもあってか、残念なんですが、ワゴンセールの常連になってしまってました。忍者ウォーリアーズ、アゲイン。独裁者バングラーを暗殺するため、レジスタンスに作られた、3体の忍者型ロボットは、作戦を遂行するために戦う、という、横スクロールアクションです。元はアーケードで、人気のあったゲームですが、あの夏目によって、大幅にリメイクされて登場しました。操作できる3体は、パワータイプ、バランスタイプ、スピードタイプに分かれていて、それぞれ連続技や投げ、ゲージを消費しての必殺技やボムなど、まるでベルトスクロールのように、多彩なアクションで、敵をなぎ倒していくのは楽しかったです。アーケードで好評だった BGM は、すべて差し替えられているので、残念でした。最近、再度リメイクされた作品では、キャラの追加やオリジナルの曲もちゃんと入っているのでおすすめです。Thank you.
ハット、トリック、ヒーロー。元はアーケードの移植で、試合時間の短さもあってか、非常にスピーディな試合展開が特徴の、サッカーゲームです。世界各国の8チームの中から、1チーム選んで勝ち抜いていき、優勝を目指していく内容です。選手一人一人に体力ゲージがあって、ペース配分を気にかけたり、ゴールした時の派手な演出など、当時のサッカーゲームとは、一風変わった印象でした。通常のパス、ドリブル、シュートだけでなく、ダイレクトなパスやシュートで、素早く切り込んだり、リフティングやヒールパスなどの、フェイント技も使えるので、特にゴール前の攻防が楽しかったです。しかも相手を殴ったり、飛び蹴りを食らわすことで、体力を奪う、というラフプレイまで、実装しているのにはびっくりしましたね。貯めるトライ、おもちゃなどでよくある、ボールをゴールまで、導いていくタイプのゲームですが、ボールを動かすのではなく、画面を回転させてゴールを目指す、新しい発想のゲームです。コースはプラクティスから、エクスパートまでの4種類ですが、特殊な操作性なので、慣れるまではプラクティスでも、結構大変だと思います。とにかく、くる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 回転するので、酔っ払っていたり、徹夜してる時にプレイすると、一発で気分が悪くなります。元はアーケードからの移植で、パドルではないものの操作は軽快で、BGM も良くて、何より女神様が綺麗なので、いい出来だと思います。こんなタイプのゲームはあまりないので、ぜひ続編を作ってほしいですね。パズルボブル、タイトーの名作アクション、バブルボブルのキャラを使った、パズルゲーム。本作はその1作目になります。バブルンとボブルンを操作して、3つ以上をくっつけると、消滅する泡を打ち出して、画面上の泡をすべて消すことで、クリアになります。落ち物パズルのような連鎖はないですが、繋がっている泡の根本を消すことで、まとめて消滅させたり、泡を反射させるテクニックがあって、ビリヤードのような、狙い撃つ面白さがあります。ステージは全部で100面あり、ボスも登場するので、やりごたえ十分で長く楽しめました。操作が簡単でルールもわかりやすいため、様々なハードで出ていて、本店以上の数が、シリーズ化されているので、一度プレイしてほしい。おすすめの作品です。スーパー HQ、クリミナルチェイサー、タイトーの人気カーアクション。チェイス HQ を大幅アレンジした作品で、悪の犯罪組織を壊滅させるため、逃走者を追跡して、犯罪者を逮捕するのが目的です。前後ステージで制限時間内に、逃走者に追いつき、車をガンガンぶつけて止めるという、非常識な流れは変わりませんが、後方視点から、
ドライバー視点に変更されたことで、スピード感がアップして、自分の車も撃たれたり壊れたりしながら、敵車にぶつかっていくので、とてもスリルがあります。今回は口数が少ないですが、ナンシーの、頑張ってね、には、いつも癒されます。敵車のグラフィックがテラテラだったり、表示部分が大きすぎて、視界が悪いところがありますが、ハリウッド映画並みの迫力なので、プレイして損はないですね。観念しな。頑張ってね。ゆうゆのクイズでゴー、ゴー。おにゃんこ世代なら、おそらく誰もが知っている、タレントの、ゆうゆ、を、起用したクイズゲームで、元はアーケードの移植になります。タイトーが提供するクイズ番組に出場して、優勝するのが目的で、その番組の司会をゆうゆが務めている、という設定になっています。ステージは全部で5つあり、途中アイテムをくれる、ボーナスゲームなんかもあったりして、バラエティ番組っぽくなっているのが、面白いですね。問題は約7000問とたくさんあり、正直、気が遠くなりそうですが、それぞれがジャンル別になっていて、間違えても正解がわかるので、得意なジャンルから攻めたり、覚え芸的な攻略も可能なので、運が良ければ意外とすんなり、クリアできたりもします。ゆうゆの出番が意外と少なめですが、最後に、ゆうゆの問題、が、ちゃんとあるので、ファンには嬉しいところだと思います。頭悪いんじゃない？かもしれない。